名城大学 VR キャンパス紹介。ヤゴトキャンパス。薬学部ならではの研究施設を中心に特徴的な施設を紹介します。図書館分館。図書館は教育と研究を支える施設です。ここ、薬学部分館は医学、 薬学の専門書を多く取り揃えています。学生の学びに役立つ書籍を毎年多数購入するほか、学術雑誌のバックナンバーを外国誌315種、国内誌62種を揃えており、各地の大学、研究所にも貸し出しに応じています。マルチメディア教室。 1> 新1号館、新3号館にあるマルチメディア教室は、開室時間内において、講義の空き時間に自由にパソコンが使用でき、レポート作成や情報収集などに利用できます。分析センター、最新鋭の大型分析機器などを集中管理している全学共同利用施設です。 教員や学生の高度な教育、研究活動を支援しています。モデル薬局。実際の病院や薬局と同様の設備を整え、カウンター業務から薬剤調整、薬剤交付、医療面接、医薬品情報提供など、 実際の薬剤師業務を再現した学びを支援しています。医薬情報センター。医薬品は化学物質に情報がプラスされて医薬品になると言われています。一つの化学物質が発見され、医薬品として開発され、承認され、臨床現場で使われていく中で様々な情報が生まれています。 これらの情報を医薬品情報と称しています。医薬品の有効性、安全性を確保し、医療の進歩に貢献するためには、医薬品情報を適正に収集し、評価することが基本となります。医薬情報センターでは、医薬品情報の収集や評価について、教育を行うとともに、医薬品情報を用いた研究を行い、卒業生をはじめとする、 地域の医薬品情報を支える活動も行っています。薬学部の教育、研究を中心とするヤゴトキャンパスには、医療現場の体験や高度な医薬品研究を行うことができる施設が完備されています。